はい、どうも武蔵先生でございます。というわけで今ちょっとね、最初のオープニングのプロモーションを見たらすっげー面白そうなんですけれども、まあまだちょっとね、わかんないですね。ビジットが出してるんで、まあ多分面白いんじゃないかなと思います。これね、やっぱヘッドホンでプレイするのね、いいね。昔のゲームだけれども結構雰囲気いいですよ。ではやっていきましょう。初めから。ようこそお越しいただきました。ここは私稲川淳二がプロデュースした恐怖の屋敷です。この世の中には怖い話、不思議な話がたくさんあります。この恐怖の屋敷は皆さんにそんな怖くて不思議な話をお聞かせする場所を提供したいと思いまして、私が作り上げたんです。あなたもこの屋敷で、呪いとは何か、心霊現象とは何か、そして真の恐怖とは何か、それを体験してみてください。ただしこれだけは言っておきます。決して面白半分でこの屋敷に足を踏み入れないでください。この屋敷に一歩足を踏み入れた瞬間から、そこは呪われた空間になっているんです。あなたの身に何が起こっても私にはどうすることもできません。いっそこのままお帰りになった方がよろしいんじゃないですか。それでもあなたがどうしてもこの屋敷に入りたいと望まれるならば、私はこれ以上何も申し上げません。どうぞ屋敷にお入りください。今屋敷って言わなかった。はい、ということでね、始まりましたよ。第1の部屋。とうとうあなたはこの屋敷に入ってしまったんですね。ええ。仕方ありません。ではあなたには存分に恐怖を味わっていただくことにしましょう。そこであなたが恐怖に負けてしまうか、それとも霊の世界を十分にご理解してお帰りいただけるか、楽しみです。私はご理解いただけることを祈っております。それではこれから私が話すことを一言一句聞き逃さないようにしてください。ああ、脇見をしてもいけません。心の奥底で私の話をよーく聞いてください。ちょっとね、真夜中のタクシーっていうねゲームがあったんだけれどもね、それが結構クソだったからね、これはどうなんでしょうね。心の準備よろしいですかと。はい。開けちゃいけない。子供の頃のこの思い出をね。これまさかずっと話聞いてるだけっていうパターンかな。真夜中の私と全く一緒じゃないかもしれない。今は成人された立派な女性なんですけど、ある時それをふっと思い出した。というのは自分がまだ小さい時、自分にはお姉ちゃんがいる。家族は4人で、2階建ての家に住んでたんですね。夜はっていうとお父さんが1階で寝る。で、自分はお母ちゃんとお姉ちゃんと並んで寝たって言うんですよ。はっきりした記憶はないんだけれども、夜目が開いた。と風が吹いてた。
ああ風が吹いてるんだなと思って天井を見ていたんですね。ああ風が吹いてるなと思ったと、風に混じって助けて声がしたような気がしたんで、うん、思ってると助けて、確かに女の人が助けを求める声がした。あ、お姉ちゃん助けなくちゃと思って起き上がった。見るとお姉ちゃんもお母ちゃんもいい具合に寝てる。なんだか知らないけど階段をトン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 と降りて、お父さんの部屋の前をトッ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 トと抜けて玄関へ行った。外の方から助けて声がする。あ、お姉ちゃん呼んでる、助けて。だんだん近づいてくる。もう自分の家の門のあたり、助けて助け行こうと思ってドアのノブ手がかけた瞬間に、開けちゃいけないって怖くなった。どっからか知らないけれども低い男の声で急に怒鳴られたもんだからびっくりした。と声はもっと近づいて、助けて、お姉ちゃんだ、やっぱ助けなくちゃと思って手をドアのノブに伸ばした瞬間に、開けちゃいけないって、本当に怖くなってきた。どっかから声がする。ともっと近い声でもって、助けてって言ったんだけれども、次怒鳴れちゃいけないから、うわーと思って部屋に帰っちゃった。心の中にガタ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 震えながら、とうとう朝、目が開いた。昨日のことが残ってるんだけども、やっぱり子供ってのはあれなんですね。時間が経つと忘れちゃうんでしょうね。誰も言えないまんま違すぎて、とうとうその記憶はどっか行っちゃったの。それからどのぐらい経ったかわからない。夜中にふっと目が開いた。ああ、風が吹いてる。天井を眺めてた。その風と一緒に混じるようにして、開けて声がした。うん、開けて。あ、お姉ちゃんの声だ、開けてあげなくちゃと思った。起き上がってみると自分のお姉ちゃんもお母ちゃんもよーく寝てる。ほんで一人階段をトン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 と降りて、お父さんの部屋の前の廊下をトッ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 トって行って玄関とかまで行ってみた。風が吹いてる。と、門のあたりで、開けて、声がした。あ、お姉ちゃんだ。開けようと思った瞬間、思い出した。あ、またどっからか声がして怒られるんだなと思った。躊躇してた。と、開けて、かなり近いところで声がした。どうも門の中入ってきてるらしい。あ、お姉ちゃん開けてあげなくちゃいけないんだ。手伸ばそうとすると、開けちゃいけないって怖くなっちゃった。なおも声が近づいて、開けて、玄関の前にいる。うわぁ、お姉ちゃん来てる、開けなくちゃと思った。開けちゃいけないって言うから、どうしようと思った。と、まるで玄関のドアにひっつくように、すぐ上で持って、開けてーって言うの。うわー、開けなくちゃーと思って手を伸ばして開けようとすると、開けちゃいけないとか、怖くて泣いちゃった。そのまんま急いで部屋へ帰って、布団に潜って寝ちゃった。朝目開いたんですが、どうしても昨日のことは忘れられないんで、お母さんに言った。そしたらお母さんは笑ってね、それはお前夢見たんだよ。小さい時はね、よーく怖い夢を見るもんだよ。それで全て終わっちゃった。年月が流れて彼女も二十歳を過ぎた。その日はみんな休みの日でもって、お父さんだけは仕事行ってたそうですがね。自分の部屋でゴローンって横になってた。自分の部屋は狭い部屋なんです。ドアが少し開いてて廊下が見える。ゴローンって横になった。と、一階で喋ってるお母さんとお姉ちゃんの声がする。ああ、お姉ちゃんとお母ちゃんなんかやってんだなと思った。笑い声なんかしてる。黙ーって聞いてた。ミシッ。音がする？ん？ミシッ。誰かが廊下を歩いてくる音がする。そんなわけはない。
部屋にはお姉ちゃんとお母さんと自分しかいないんだ、そのうち。誰か歩いてる。なんだろうと思ってじーっと廊下を見てた。ミシ、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 ミシ。だん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 と近づいてきて、ミシ、ミシ。彼女の部屋の前を通過していった。その瞬間、ちょっと開いてるドアから、女の足首から下の白い足が歩いていくのが見えた。その時、稲川さんは私思い出したんです。子供の時に、開けてと言ったあの女。あの足はその女の足なんじゃないでしょうかね。あの女、ずっとうちにいたんですよね、きっと。そう言ってましたね。これ稲川淳二真夜中のタクシーとほぼ同じ展開ですね。ちょっとねパッケージをもう一回よく見直してみたんですよ。そうしましたらですね、稲川淳二が放つ究極の音声怪談ゲーム、恐怖の稲川ワールドをたっぷりお楽しみくださいっていう風に書いてあるんで、もしかしたらなんだろう、プレイヤーがボタンとかポチポチ押したりするのは、まあいわゆる今こういうの、稲川さん、あの開けちゃいけないって私に言ってくれたあの声、あれ一体何だったんでしょうねってね。いやー、これはやっぱり真夜中のタクシーと一緒だわ。で、ちなみに、稲川淳二の真夜中のタクシーっていうゲームは、プレイヤーがタクシーの運転手なんですよね。で、通りを流すんですよ。客をね、やっぱり乗せるために。で、そこら辺がね、選択肢があって、こう走ってるとね、道端にこう人が現れるんですよね。で、乗せると、だいたい稲川淳二なんですよ。で、稲川さんがこのタクシーの運転手であるプレイヤーにこう怪談話をねしてくるんですよね。あとはもうね、怪談話、稲川さんがね話し始めたらもうねずっとあと話聞くだけなのよ。これもそうだ、これきっとね、これ丸ボタン押したら次の話に多分進んで、またずっと聞いてるだけみたいな。なるほどね。はい、というわけでね、とりあえずね、最初の開けちゃいけない、いかがだったでしょうか。とりあえずね、今回はここまでにしておきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。